皆さんおはようございますす時丸ですえ今日はディドロ効果について話していきたいと思います。で、まあ、これ結構あのマーケティングの文脈とかで聞いたことある方いると思うんですけどディドロというのは人名なんですね人の名前で18世紀にフランスのライターであり哲学者、うん、物書きであり哲学者であるデュニ・ディドロさんという人がいました。 昔々あるところにって感じですね。でもまあ実在した人物で、その人が、まず友人から素敵なガウンをプレゼントされたんですね。とてもファンシーなガウンだったみたいです。で、そのガウンをプレゼントされて、これまで持ってた自分の古いガウンを処分してます。処分します。で、うわ、新しいの嬉しいなーって感じで、そのガウンでね、えー、暮らしを始めるんですけども、自分の部屋の 今度、机ですね。そのガウンに対して、新しいガウンに対して、自分が使っている机が、すごい古く見えた。まあ、ミスボらしく見えたらしいです。まあ、それはやっぱりそのギャップというか差ですよね。もう新しい、もういいガウンを、せっかく持ってるのに、机は古いというね。で、机を新しいものに変えたくなって、で、机を変えました。で、次にですね、部屋の中にあるタペストリーとか、 あとはライト、照明とか、あとカーテンとか。うん、そういうカーテンとかも今度机を新しくしたから、なんか合わなくなってきたと。で、じゃあそっちも変えようってことになって、タペストリーとかカーテンを新しいものに変えました。そしたら今度ね、あれソファーもちょっと合わないかなって感じになって、椅子、ソファーも変えました。で、気づいたら彼は部屋の中にある自分の書斎の アイテムをほぼすべて新しいものに入れ替えていたっていう、まあそういうエピソードがあります。それから、それが、まあ、名前を取ってディドロ効果っていうふうに呼ばれるようになったんですね。何か、一つのものを買うことによって連鎖的に新しいものを買っていくっていう行為ですね。それがまあディドロ効果と言われる。で、これはもう、あの、結構マーケティングの文脈で言えば、 あの、よくアップセルとかクロスセルっていう売り方があるじゃないですか。で、つまりアップセルっていうのは、一つの商品に対して、さらにその付加価値をつけて、いわゆるオプションですよね。こういう普通のレギュラーコースっていうのがあって、じゃあ次に、このオプションをつけたら、もうちょっとグレードが上がりますよとか、まあ、例えば車とか、分かりやすい例だと思うんですけど、オプションでカラーリングを変えたりとか、車内のシートをレザーシートにしたりとか、 で、ちょっとフレームをも、もうちょっと硬いね、いいやつにしたりとか、ステアリングを変えたりとか、なんかそういう、どんどん、車を買うんだけども、どんどんオプションで、いいものがこう、ついてって、結局値段が高くなってしまうっていうね、まあそういうふうなことが行われてるんですけど、あの、世の中にはそういうふうに一つのものを買うことによって、連鎖的にね、うまく物を買わせる仕組みっていうのが作られています。まあディドロ効果。で、それはあの、良い悪いっていうか、 っていう話ではなくて、必ずしも。うん。なぜなら、その、商売をする側にとっては、やっぱりそういうふうな工夫をしていく必要があるし、で、消費する側、消費者に対しても、あの、そのオプションをつけることによって、よりね、自分に合った、あの、サービスとか、商品にカスタマイズすることができるんで、で、それで、えー、それを買ってね、自分がこう、生きることができたら幸せになるじゃないですか。だから、あの、僕はその、ネガティブな意味では捉えてないんですよ。ただ、えー、それを、 あまりにね、真に受けて、ディドロ効果全開になっている人がいるんじゃないかなっていう。あの、なんか気をつけた方がいいかなっていう感じで思ってます。で、そのディドロ効果をミニマリスト的側面で考えてみると、まあ、皆さんも多分一度は経験したことはあるとは思うんですよね。そのなんか一つのものを買うことによってどんどん連鎖的に買うみたいなこと。まあ、例えばこカメラとか、車、さっき言ったよ車とかで、気づいたらもう次々と買っているっていう。 そういうことが、まあよくあることだと思います。で、特に洋服とかに関しても、同じことが言えると思っていて、まあそれぞれ皆さんその自分のワードローブ持っていると思いますけど、何か新しい、例えばパンツを買いましたと。もうものすごくいいのが出てきて、わ、これは自分のためのパンツだと思って、パンツを買いますよね。そしたら、なんかそのパンツに合う靴を欲しくなったりしませんかで、そのパンツに合う今度トップスとかジャケットとかアウターを欲しくなる時がありませんか あ,あるいは自分が持ってるものがそのお気に入りのね買ったパンツに合わないからじゃあまた別にそれに合うものを買おうっていう風になったことはありませんかで僕は結構あるんですよそういうのやっぱりその少ないもので暮らしているからこそあのもうアイテムが今洋服が下着とか靴とかすべて合わせて22着しかないんでその中でねやってると余計に目立つんですよ何か新しいね T シャツとか、まあ、トップスとかを入れるじゃないですかそしたら もうそれがその数が少ないから余計に目立ってしまって。で、じゃあ何を合わせるかっていうことに悩んだりする。うん。そういうことがあると思います。で、えー、その中でやっぱり、まずその色の数とかを少なくしておくとか、まあそういうことによって、そのね、新しいものを買うっていうことは回避できたりするんですよね。で、自分自身も基本的にベーシックなカラーしかも最近は着ないので、で、だからその色合わせについてあまり考える必要がないっていう状態を作り出しています。うん。それがまず一つ。 ディドロ効果を避けるっていうのかな避けるって言ったらちょっとネガティブかもしれないけど、そのディドロ効果にあまりこう影響されないような生き方っていうのかなベーシックな色とか何にでも合わせられるようなアイテムを持つっていうこと。で、もう一つ重要なことは、そもそもを持つアイテムを少なくしておくってことです。これはもう僕結構いろんな回で言ってるんですけど、 ま、服に関してもさっき言ったように、もう少数精鋭で、本当に自分のワードローブをコンパクトにしておけば、そこで一つアイテムを入れたとこで、じゃあまた次々次,次っていう風に買う連鎖が、が起きなくなりますね。うん。なんとなくその自分で例えば22個、22着のワードローブで暮らすっていう風に決めていたら、もうその中でやる、やりくりをするようになるので、一つ買ったら、一つ手放す。ワンインワンアウトの法則で、 一つ入れたら一つを手放す。で、数自体は変わらない。だから結局、自分がやってることも古くなった。古くなるまで使い切って、それを手放して、もう一つ同じものを買うっていう。まあ、結局そういう感じになってます。あの、このパンツとかもね、ファイブポケットパンツとかもそうだし、結局古くなってリプレイするっていう。だから数を少ないもので暮らすこと、つまりワードローブを最小にしておくっていうことは、 うん、もうそもそもその時点で、えー、効果をね、そのディドロ効果を受けづらくなるっていう、ことになると思いますね。はい。で、えっと、これまあ究極の方法なんですけど、最後、三つ目。ディドロ効果の影響を受けない方法、三つ目は、えー、物を買わないってことです。これはもう究極の方法。もうこれが一番。なぜなら、そのディドロ効果という仕組み自体が、一つの物を買うことによって始まる連鎖なんですね。 これだからあの水面に広がる波紋と一緒で水面に石を投げてポチャーンと石が水面に当たったところから波が発生していきますよね。だからその水面に石を投げなければ波っていうのは立たないんですよ。うん、そういうことで、えー、物をだから買わなければね、そこから次に欲しい欲しい欲しいっていう連鎖がもうなくなるってことです。逆に言えばだから買うから 次の行動とか何かこれをしたいっていうのが出てくるわけで、だから買わなければ、あの、ディドロ効果は発生しません。これはもう本当に究極の方法ですね。ただね、あのー、買うな買うなっていう感じではなくてね、あのー、いい例を一つ紹介すると、僕の場合は、あの、ランニングですね。はい、あの、もう10年ぐらいやってるんですけど、10年ぐらい前に始めたのは結構突然だったんですよ、僕ランニングを。 むちゃくちゃそのストレスが降りかかった時があって、で、もうその時になんかふとね、ピンと、あ、もう走ろうって思ったんですよね。で、走ろうと思って、その一日もうすべてを投げ出して、いろいろその予定とか仕事とかあったものすべてを投げ出して、いきなりヨドバシカメラに行きました。で、ヨドバシカメラに行って、えヨドバシカメラってまあいろいろ売ってるじゃないですか、家電以外にね。でも一番の目標は、あの、アップルの iPod だったんですよ。 iPod mini だったかなそのまだ、あまあ iPhone はあったけど、そのまだ iPod がどんどんちっちゃくなって、あの iPod mini っていうさ、すごいこうちっちゃい iPod ありましたよね。あれで、その音楽を聴きながら走りたいと思ったんですよね。で、走るにはあれが必要だってなぜかこうもう固定観念で思ってしまって、で、いきなりヨドバシカメラに行って、その iPod を買って、で、あと、ハーフパンツっていうかな、ショーツを持ってなかったので、えー、そのおななんか別のフロアで、ランニングショーツ。ランニングショーツを買いました。 で、その二つをまず買って、で、そっから走り始めたんですよね。で、一日走ってみて、ものすごく気分が良くなって、でも、次の日にはランニングシューズを買いに行きました。スポーツ用品店に。で、その三点セットを揃えたんですよ。だから、結局その iPod から始まって、ランニングショーツ、ランニングシューズっていうね、結局その走る三点セットみたいなものを買い揃えてしまったと。で、まあ、僕の場合はそこから、 あの、ま、大体そのウェアとかね、もっと無限にあるんですよ。ランニングのアイテムって、本当にそのショーツも専用のものもあるし、ウェアとか、うん、例えばあのドリ,ンドリンクを飲むようなね、なんかソフトパックのボトルとか、いろいろそのランニングアイテムってあって、まあ、そのディドロ効果でどんどん増えていきやすいんですけど、僕はでもその3点セットまでに留めておいて、 そこから走り始めたんですよ。だから最初の投資というのは5万円とか6万ぐらいだったかな。まあ iPod が割と2万円ぐらいするんでね。その当時ね。で、そこから走り始めてから、うん、でもそれはすごいいい、いい投資だったっていうか、いいディドロ効果だったなと思うんですよね。うん、だってそれがなければ、たったその1日のね、1日2日のその3つものを買う連鎖だけで、 僕の、この、今後の10年間の、そのランニング習慣がまずついたってこと。走る習慣を手に入れてて。で、さらに、まあ、おそらくですけど、これはかなり健康に、い影響を与えてるんですよね。うん、この走るっていう習慣、そのものが。だから、その、最初のその出費とかっていうのは、もう5万円とか6万円っていうのは、むちゃくちゃ安い買い物だったなって、今、今では思うんですよ。だから、そういうこともあるので、えー、概してね、その、すべてをね、 ディドロ効果が不要っていうわけではないんだけども、今より、その余剰にね、うん、より物を買わせるようなね、仕組みとか、うん、物を買ってしまうようなあ世界になっているので、そういう感じになってるなっていう方は、そのディドロ効果について改めて考えてみて、じゃあ,あ、それを防ぐためにはどうしたらいいかっていうのを、えー、考えてみるといいんじゃないでしょうか。はい、ということでこのチャンネルでは、あミニマリズムとか、 え、ハイキングとか、ヨガとか、まあ、ミニマリズムを中心に、自分の生活についての気づきとか、そういうことを配信しています。いつもま、大体ふざけてるんですけど、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の放送で。チャオチャオ。二度寝します。チャオチャ。